ああ、なんか違うのが湧いてる。違うのが湧いてる。違うのが湧いてる。フレンズドット。フレンズドットできました。最初キーですね。2。ああ、なんかいた。2じゃなかった。いた、いた。ウィザー状態ってやつですか、これ。ブレーズトラップで、いた、いた、なんだなんだ、いた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 い、いた、なんだなんだ、あ、リサー状態だ、やだやだ、ブレーズで、なんだ、おいた、おいた、たたたたたたい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 た、もうちょっと、あ、かわいいね、ちっちゃいんだね、剣も持ってるの、かわいいね、ちっちゃい剣持って、いた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 、なんだ、あチビの剣ぐらいだ、かわいいとか言ったら、ここか、え、吹きさらしじゃないですか、ここ。気がする。これを外しています。そしたら出てくるよね、ブレーズがね。よいしょ。開いた開いた。これをつけるしかないんだ、ここで。よいしょ。ブレーズをつけないと。対価が切れた、対価、対価大事ですね、対価切れると大変なんだ、いやー、こんなダメージ食らうと思わなかった、これ食らわないんだ、対価だと食らわない、すごい、対価のポーションがありがたみを知ったような気がします。ここはですね、ひよこさんがブレイズドットを取るためにブレイズと簡単に戦えるようにわーやってる場所です、ここが出入り口になってるんですけど、ここで戦って、ブレイズをひたすら叩くみたいな、そういう場所になってます。安全ですよね、全然ブレイズも近いんで攻撃してこないんですよ、すごい楽勝で全然怖くないです、怖くない、怖くない、そろそろ戻りたいと思います。こっち来ると危ないですね、こっちかな、怖い怖い、ラストがいましたね、私カスタムメイクやっちゃいます、え、ここじゃない、うわびっくりした、わびっくりした、びっくりした、びっくりしました、あー思わず止まっちゃった、あれこっち、あれこっちかな、痛い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 よ、痛い、
開発。痛い。あ、助けて。なんだろうこの松明。あ、稼ぎ、痛。あ、歩けない。これソウルサンドバレーってやつですか。痛い。何？うわ、いいじゃないか。まだ追いかけてくる。頑張れ、逃げろ。あ、助けて。また帰ります。もういないかな。もうダメ。ちょっと入ったけど怖いです。てかこっちだったよね。スケルトンいるし。あ、もう狙ってきてる。痛い。ここ、うわ怖い。痛い。どういうこと。エンダーマン。あれ、エンダーマンにも私目が合った。エンダーマンと目が合っちゃった。ああ、またスケルトンが湧いてる。痛い。あ、やられた。帰る。こっちだった。帰る。うん、怖い。戻ってきたんで現世に戻ります。よかった。こちらが、本当に取れたやつになります。見てください。すごいですよね。今回ブレイズロッド取りに行ったんですけど、なんと 1,2,3,4,5,6,7 スタックと35個取れました。いやー嬉しい。ブレイズロッド7スタック半は本当に嬉しいですね。これでしばらくポーション困らないんじゃないかなと思います。あとですね、リザースケルトンの頭が4つですね。あれが読めます。でもちょっと怖くてしばらくはいいかなって思ってます。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。今回はウェザー要塞に行ってブレイズロッドを取りに帰りました。やっぱりネザー要塞は体感ポーションが必要かなってすごく思いました。この動画がいいなと思った方はいいねボタンを、チャンネル登録 OK だよという方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。では今回はこの動画を終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。